皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやっすんです。え今回のテーマは二種類のつづぎの特徴を解説していこうかなと思います。え二種類のつづぎってなんだっていう話なんですけど、まず一つ目はラケットを縦に入れる方法ですね。こちらは結構今もあの若い人の間ではもう主流のつづぎの入り方です。縦に入る。で、もう一つはラケットを横に入れる方法ですね。 はい、この方法もですね地域の大会なんかに行きますと結構うまい人でも横からラケットを入れてツッツキをしているのは結構見受けられると思うんですけど果たしてどちらがいいのかということでそのツッツキはどう入れたらいいんですかっていう悩みを相談受けることがすごく多いんですね。ですのでそれぞれにしっかりとメリットがありますので解説していきたいなと思います。 え、では、まず、最初に、今主流のラケットを縦に入れる方法ですね。こちらを紹介していきます。こちらはですね、あの、本当に今の現代卓球に合っている。突きの仕方になるんですね。現代卓球というのは、すごい前陣とかで、ピッチを早く両ハンドで攻撃するということ、すごい多いです。で、えっと、縦に入れることで、大きなバックスイングにならず。小さなスイングで、ピッと突っつくことができるんですね。ですので。すごく早く戻ることができるんですね。 戻りが早くできるので、その次の両ハンドで待てるという形になります。で、えっと縦に入れることで、あのバックスイングとかもちっちゃくなるので、その速い打点ですね。早い打点でキュッとつっつきやすくなるということもメリットの一つですね。これ早い打点でツッツキができると、他のレシーブ、例えばストップなどと分かりにくくすることもできますし。し相手に時間を与えないという効果もあります。まあ、そういったところが、この縦に入れるツッツキのポイントになりますね。 はい、今度はラケットを横に入れるツッツキです、はい、このツッツキの特徴としてはバックスイングを少し引けるのでスイング幅が大きくなって強い回転をかけやすいことが一番の特徴ですね。もとにかく回転量勝負ですねその後のラリーというよりはぐっと回転をかけて相手にミスをさせるもしくは打てないようなツッツキをしたいっていうような人がおすすめですね。 なので、この横から入れるツッツキに関してはガツンと切って相手に突っつきで返させて、その後を持っていく。結構大きい展開の選手向けなんじゃないかなと思います。これベテランのペンホルダーの選手、なんか見ていてもバックに来たボールを横から大きく突っついてしっかり切ります。で、相手は打てずに突っついてきたところを回り込んでドカーンっていうような展開すごく多いですね。なので、この横から入れてしっかり切って。 大きい展開に持っていくっていうのがこのおすすめの方法ですね。はい。ですのでこのつつきまああの大きく分けて二種類のつつきがあるんですけど、自分にはどちらのつつきが合っているかなということを踏まえて練習してもらえるといいかなと思います。ではこの二種類のつつきをやってみました。ご覧ください。